皆さん、こんにちは、マーティーン。では、のミラクルボーイ、キングタクです。新型コロナワクチン、新たな動きを言います。大阪、関西であの、パチンコ、遊戯施設で、まあ、パチンコしながら新型コロナワクチンを打ったそうです。これ、効果あるんです。予約取れない人にも絶好のチャンスです。これ、パチンコ代に残り何分と経過させて、終わったら退場できるそうです。はい、速やかに。あとは、ワクチン接種カーも実現しました。これはもう、大逆転のチャンスです。これはまさに、 日本がもう一つになったとしか言えない状況です。山形もこういうふうにパチンコ有利施設とかでもワクチン接種できたらいいなあとはまあ、いろいろですね。はい。まあ、ボーリングしながらでもワクチン接種もいいと思います。はい。こういう取り組みもどんどんやりた、たらいいなと思う。はい。まあ、ということで新型コロナワクチン新たな動きのお話でした。 地元の皆さんはどうやって、どんな動きでしたかバイバーイ